吉さんまあ、60でも70でも80でもね、衰えない秘訣ってのは、その年齢に達するまで、日々少しずつ積み上げてきたかどうかってことですよね。まあ、そういった意味でも、継続ってのは、大いに力となるのかなと思います。確かにね、60とか70でいきなり始めてもダメですね。ただ、本当に、継続と蓄積ってのは、ものすごくね、前向きな先入観をくれるなと思います。まあ、例えばね、 昨日、おとといか、おととい私ね、ちょっと100メートルの全力疾走してみたんですけどもね、これね、去年、私、あの、格闘技するために体を鍛えていたっていう、まあそういった1年間がなかったら、やらなかったと思うんですよ。で、走ると案外走れたんですよね。もうね、100メートル走なんて、何十年もやろうなんて気持ちさえなかったんで、私もね、やってみたいなっていう思いに駆られたのは意外だったかなと思うんですよ。で、今度それをね、 タイムで測って、なんだ、51歳が100メートル走をいきなり何十年ぶりかに走ってみたらこうなったみたいなね、動画をちょっとこう継続して撮ってみようかと思うんですよ。どうですかね、100メートルをね、15秒を切るぐらいで走れたらまあ上出来でかなと思うんですけども、どんなもんですかね、タイムを測ったことはないんですけども。まあ、こういった思いに駆られるのも、やっぱり1年間やってきたっていうことが、 まあ今回のの2年目の土台になったんですよねだからもしかしたら今年1年間なんかね、うん、格闘技の延長で体を動かすことを続けていたら来年また別の展開が見えてくるかもしれないなっていうところですねまあケをして終わるかもしれませんけども、まあ、無理せずやっていきますそれでは。